マスターのバカ野郎。こんばんは。こんばんは。新潟県長岡市の、バーマというお店の、マスターの丸山です。お願いします。はい、では本日のアシスタントです。はい、ケイです。ケイさんです。お願いします。はい、本日のお料理は肉団子の甘酢あんです。肉団子の甘酢あんです。中華で肉団子ワンズって言います。丸い子って書いてある、まあ、ワンズって。ハンバーグとか近いかもしれないね。あ、ちょっと遠いようで近いかもしれないね。でも甘酢あんなんで結果的に出来上がりは中華ですよ。早速やっちゃいましょう。えい、そのケイさんのさ、その何とかやった後にさその悪魔みたいな、いや悪魔じゃない、いや、悪魔そんな笑い方しないから。そんな笑い方しない。牛、豚、合いびき肉、これ 400g ぐらいです。350から400ぐらいですね。別に豚ひき肉でもいいんですよ、うん、ただ、なんか合いびきの方がちょっとかっこいいじゃないですか。かっこいいです。開けないとガス。味付け、塩と胡椒、これ一つまみ、これ酒大さじ1、ごま油小さじ2、溶き卵1個分、片栗粉大さじ2、以上です。はい、甘酢あんです。水 100cc、 酢大さじ3、砂糖大さじ3、醤油小さじ2、固めないといけないんだよね。ほらみちゃん、農林水産第一印象受賞。もっと早くやらなきゃダメなんですよ。もっと早く。はい、農林水産大臣賞受賞。ギリギリですね。農林水産大臣賞受賞。大臣賞でも結局このお肉を練らなきゃいけないんで、練らないと始まらないんで練りましょう、はい、じゃあまず塩コショウ入れてください。はい、じゃあごま油と酒入れてください。それで最初これ粘り気ある程度出るまで混ぜます。泡ごめしちょっと怖い、全部ずれ落ちてくる。なんだよ、こっちのセリフなんですけど。混ぜます。卵はね、ちょっとしてから入れます。ある程度粘りっていうか入れ混ぜてから入れます。これね、気合を入れていかない、気合を入れていただかないとダメです。大丈夫ですか。気合が足りない、しっかり気合いないんじゃないですか。気合を入れてください。気合いないんじゃないですか。あ、いや気合はいつでも十分です。ずるんだよ。ずる、任せてね。ずるときはこう下に何か敷くんです。いや、手袋が。これ敷くとこか。手袋が。手袋がずるんだ。そうね。じゃもっときつくしよう、これ。いや、血止まる。死なねえ、死なねえ。死ぬとは言ってない。もう本当に世話の焼ける子だ、本当に。さあ、もう輪ゴムもつけらんないの、本当に。いや、どうだよ、これ。あー。やっぱりね、ゆっくりね、ちんたらちんたらやってたらダメなんですよ。卵をちょっと混ざったら卵を入れますよ。混ざってないまだ。どんぐらい？全部。そしたらこっからが本当のあれ始まりですよ、うん、これね、コツがありまして、うん、普通にこうやってやったらね、時間かかるんで、うん、やっぱりね、日頃の鬱憤とかそういうムカつく腹立つこの野郎っていうそのね、怒りのエネルギーをね、ここにぶつけるんですよ、うん。やっぱり人間今生きててさ、やっぱストレスってあるじゃないですか、はい、やっぱどっかはけ口ないとね、人間ダメになるんで、うん、怒りのエネルギーをねぶつけていただいて、うんっていう感じで、どう混ぜ、こう混ぜる、時計回りですね、粘りが出るまでもう練りするんですよ、はい、混ぜ、待ってください、もう粘り気出るまでもう混ぜないで、ちょっとしたら固く入れるんで、マスターのバカ野郎ゲップが汚いんですよ、マスターのゲップって。わかります、自覚あります、すっごい汚い、なんか出るみたいな、力ずくみたいな感じするんですよ。なのに最近炭酸水のなんかあれ入れちゃって、炭酸ばっか飲んでるんですよ。余計ゲップ出るし、ゲップがね、やめてください。他にも
もあるんですって私はマスターに不満が LINE が冷たいんですよマスターで新潟学校行ってるからなんか新潟友達ん家とかねに行くと泊まったりしてるわけでしょそうえするとマスターが私は非国民みたいな長岡市民じゃなくて新潟市民だって言って意味わかんない LINE 送ってくるんですよ傷つくんですこっちはわかりますか冷たいんですよマスターってじゃあ私もうなんかあんま記号とかつけたりしないけど言葉が冷たいんですよなんか鋭いっていうかなんかね冷めてるんですよ K さんにはね、いろいろ鬱憤があったみたいな。私も日頃のね、いろんな生きてて鬱憤もまあありますから、大人ですしね、いろんなのがあるんですよ。なかなかこの鬱憤って言うときないじゃないですか。はい、普段ね、スッキリしたでしょ。まあ、スッキリしたでしょ。ね、まさに言えてよかった。いいかったでしょ。いつでも言えばいいのに。A 型なんでね。溜めるんですよ。あ、そうそう、多分そう。溜めて溜めて爆発がこの今肉練ってる時ですから。じゃあ私が仕上げの練りに行きました。はい。よし。こうやってね練るんですよ。練るときってねもうこうやってグッってやるんですよ。練る。練る。いつも腹ばっかり減ってるだろ。腹減った嫌だろ。やろ。なんなんだいつも腹減った腹減ったってるしのマスターに言われたら辛口だしよ本当に。ねいつもあんた甘いの甘いのないんですかね甘いのばっかり元に来るじゃんあ自分を天才だとか言ってるし何が天才だとスケジュール表はすっかかんだしや本当になんなんで言ってた脱毛ばっかり出てたあんたもうほぼ脱毛にばっかりが出てる今日朝から脱毛なんですよはげえ何時何時何時の電車に乗ってもう左手の手首にうんこ出てるしさ本当にもうついてないあざこれしかも見てください。ほくろじゃないんですよこれ。うんこじゃないんですか。私ずっとうんこだと思ってたんですよ。黒いうんこが染み付いたと思ってたんですよ。違います。ほくろじゃないですか。違う。ちっちゃい時にぶつけてかきまくったらこうなったんですよ。染みです、ね。ほら粘り気出てるじゃん。ほら。ないね。ピッピッピッ。ほらすごいでしょ。全然違うないですか。うん、ねほら。ほら。甘いのないんですかさっきもサラダ食べ終わったから甘いのないんですか言ってきたのやっぱり言ってきたのいつも言ってくる甘いのないんですか甘いの甘いのなんだ甘いのってなんだ甘いのって甘い、ね、あっちの甘いのイコール生クリーム甘いのないんですかアイス食べたいとかじゃないですかアイス食べたいとかシュークリームシュークリーム食べたいとか甘いのってまとめるんだ甘いのないんですかそういうふうに言ってきたんですなんですか甘いの甘いの前の来た瞬間には腹減ったマスターないんですかで LINE でもさなんかマスター明日出勤何時ですか今日出勤何時今日5時からですねわかりましたお腹すきましたなんかわかるなんかそのなんか言葉が絶対最後につくお腹すきましたいいよねということで、はい、このようにねすごいでしょ、うん、やっぱりねケンチャタイム言うなよちょっと文字つけるなでこれを油で揚げるんです私が最初にじゃあ見本見せますよ、うん、見せてください、うん、低めで揚げて、1分ぐらいしたら1回引き上げますそしたら今度170度にちょっと温度を上げてもう30秒上げますちょっと手濡らします左手で肉をやって右手で入れる感じ、うん、初めての人には難しいんで頑張ってくださいでもすげえふわふわしてるこうやってほらこうやってちょっとこういう動きで右手は何右手はその肉を取る、うん、よくスプーンとかでやる人もいるけどそれでもいいと思うんだよ濡らした方が
滑りいいんで。丸めながらだから結局丸になって、それが多いね、いいね、いいね。したら右手の指先使っていくと、あ、いいです。なんか、あ、そうそうそう、それで、よいしょ、ちょっとね。あ、危ない、危ない。そしたらね、こうやって上げますよね。で、一回引き上げます。余熱っていうものがあるんで、こうじわ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 温度入ってますんで。もうちょっと温度上げたらもう一回いきますよ。唐揚げとかの二度揚げに近いかもしれない、うんうん、で、170度になったんで、もう一回やります。軽く、あんまり揚げすぎるとほんとカチカチになるんで、結構余熱で、あの、ふっくらするにはあんまり火入れすぎない。はい、では引き上げます。また余熱です。もう火つけて固めただけです。はい、肉上がりました。いいよ、水切り。はい、水100、はい、まだ全然足りない。もっとや、うん、小ネギをかけます。ぽいぽいぽい、完成。ケイさんが作りました肉団子甘酢。では肉団子の甘酢、ケイさんが怒りのパワーぶつけてくれました。食べてみましょう。いただきます。うまっ。肉ふわふわだな。うん、ね、私の味がする。美味しい味です、うん、甘酢もこう肉の味を残すために、味あっさりめの餡にしてあるんですよ。ほんのり甘いくらいで、肉は練れば練るほどふわふわになる。だから全然粘り気すごかった。あれが甘いとふわふわにならない。ふわふわ状態になるにはもう寝るしかない。じゃあ、怒りは大事だったな。怒り大事ですよ。肉団子といったら怒りだと思ってください、これからね。ね、だから中華料理のお店に行って肉団子食べた時に、あ、これ練ってる時に調理師の方は何を考えて練ったのかなっていうのを、ね、ちょっと考えるのも楽しいかもしれない。これはね、結構ほんとガチめにうまいんで、これ結構ね、あの4人家族とかだったらほぼ取り合いで、すぐなくなるでしょ。ということで、肉団子の甘酢でした。ぜひまた次のお料理3品で頑張ります。ありがとうございました、うん、スーパーの女。何ですかそれ。これね、伊丹十三っていう監督が、映画監督いて、その監督の作品ですね。レジ打ちってことですか。ほんとね、これね、レジ打ちも近いんですけど、冴えないスーパーを、はい、あの人気店にしていくっていう、すごい、結構その、そういう系です。なんか、なんとかの女っていうシリーズが多いんですよ。へ、うん、この人は。うん。ちょっと面白い。面白いですよ、これ、だんだん流行っていく姿は。めっちゃこういうスーパーある。なんだっけ。あ、こういう、みんな、みんなこういうエプロンですか。ぜひ見ていただいて。毎回言ってるの。